マイケル・アンソニー・ハーキーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は MLB のニューヨークヤンキースのブルペンコーチを務めている。実測はフットボール選手のコーリー・ハーキー。1987年の MLB ドラフト一巡目でシカゴ・カブスから指名され、プロ入り。現役時代は5球団でプレーし、 実動8年で131試合に登板して36勝36敗、防御率4.49の成績を残しており、カブス時代には2桁勝利を2回達成している。ロサンゼルスドジャースでプレーしていた1997年を最後に引退した。2000年よりサンディエゴパドレス参加の投資コーチとなり、A 級乱直家門学 X、A 級フォートウェインウィザーズ、 AQ レイクエルシノアストーム、AAQ モービルベイベアーズで同職を歴任した。2006年からは現役時代の同僚であり、フロリダ・マーリンズの監督となったジョー・ジラルディの誘いで同級団のブルペンコーチに就任した。だが、ジラルディが同年限りで解任されると、ハーキーも退団した。2008年に、ジラルディが今度はニューヨークヤンキースの監督に就任すると、 ハーキーも同球団のブルペンコーチに就任し、2013年まで務めた。2014年から2年間はアリゾナダイヤモンドバックスで投手コーチを務め、2016年からは再びヤンキースでブルペンコーチを務めている。ありがとうございます。